6月8日、横浜市青葉区で第1子を子育て中の人や転入して間もない親子を対象にした街歩きイベント、ウェルカム青葉子育てツアーが行われました。このイベントは青葉区子ども家庭支援課と区内を拠点にウェブで地域情報発信などを行う NPO 法人森の音が地域の魅力を発見しながら参加者同士で交流してほしいと行われています。この日は江田駅周辺を巡るツアー、6組の親子が参加し、森の音のスタッフの案内で公園や子育て施設、子連れでも入りやすい飲食店などを巡りました。ゆっくりと歩いて訪れたアートフォーラムあざみ野では、施設内にある一時保育所やキッチンやミシンが使える予約制のシェアスペースを見学しました。また枝北保育園にも訪れ、園の特徴や概要の説明などに参加者は耳を傾けていました。子育て中ってやっぱり会話する相手だとか、お話しする相手だとか、どうしても親子2人っきりになりがちなので、こもりっきりになっちゃったりしがちなので、まず外に出て外の空気吸うこととか、あとは参加者同士で交流することとか、そういった点がまず皆さん交流している様子たくさん見られたので良かったなと思いますし、地域にたくさん子育てサポートしてくれる施設とか人がいるよってことを松屋の中でご紹介できたかなと思います。